そう、誰かが言ってましたね。喜びとか楽しさっていうのは、そのなんかこの辛さとか、なんちゅうのかな、そういう頑張ったっていうところとね、やっぱりもう本当に間違いなく比例するっていうところ、だから何かにこう、苦戦したとか、時間を費やしたとか、いろんなことだと思うんですけど、そういうのがあるとやっぱり達成した後の充実感、喜びとかが大きいって、まあでもそれは間違いないなと思いますね。簡単なものはね、挑戦してもね、達成した後の喜びが、まあ、ほとんどないですよね。分かりきってしまっているものって。だからね、皆さん相手ね、自分の中のね、限界を超えていくんだと思うんですよね。それってただ単に、分かんないですけど、言ってみれば自分の楽しみのため、自分の限界を超えていくのって、ですね。そう思うんですよね。だからそれぞれの方の自分の限界を超えていくと、それが人生の楽しみ、そうなんじゃないかなと、まだ若輩者の私ですが、今の時点ではそう思います。